小田台が減少田代が減少田代が、原は栃木県日光市の日光国立公園内にある湿地。湯川の西岸に位置する周囲 2km の湿原で、小田代外原と表記することもある。標高は、盆地上の地形の底部が約1405から 1410m 程度、周辺部は少し高く最高でも 1430m 程度で、ある。 日光国立公園の特別保護地域及び特別地域であるほか、環境省の日本の重要湿地500、国際条約のラムサール条約湿地に登録され保護されている。小田大が、原は奥日光の中西部に位置し、標高約1405メートルから1430メートル、湿原から草原への線域にあり、両者の特徴を持ち希少な景観を有する湿地である。 周辺は、東側が戦場ヶ原、北側から、西側が、富山山麓、南側が、高山山麓となっており、おおむね、北から西から、南の三面を山に囲まれ、唯一開けた東側も土地が隆起し公葉樹の、水ならが茂って、戦場ヶ原と隔てており、この小さく浅い盆地上の地形のため、小田台が、原は普段は、腹水がないものの、 局地的な豪雨の後には一時的に故障が出現することがあり、21世紀に入ってからでは2003年の台風10号上陸後、2007年の台風9号上陸後、2011年の台風12号、台風15号上陸後、2018年の台風24号上陸後、2019年の令和元年東日本、台風上陸後に出現した。 アヤメや馬の足形、日光アザミなどの野草に混じって、野花勝負などの湿地性植物も見られると言われている。小田大が、原は、こうした特徴的な地形に起因する多様な植生を有することから、1934年により、日光国立公園の特別保護地域及び、特別地域に指定され保護されている。さらに、近年の世界的な情勢から、 2001年12月には、環境省の日本の重要湿地500に、またその後の2005年11月8日には、域内の44.72ヘクタールが、ラムサール条約湿地に登録され、他の湿地等とともに、国際的な保護体制が敷かれている。小田台が、原冬の小田台が原因漂白となった洋滝戦術が、 浜のクリンソウオダダイが原周辺で見られる。主な植物は主に以下の通り。総本類肝も取るダダイが、原は日光国立公園の指定区域内であり、環境省により木道等からなるほど、オダダイが原周回線が整備されている。これを含め、現在整備されている歩道は、以下のルートとなっている。オダダイが原点望台付近には、 赤沼と中禅寺湖西岩千住が浜を結ぶ日光市道1 2号赤沼千住線が通り当初は本堂を通って小田台が原点防台近くまでマイカーで乗り入れることが可能であったが1994年の春から日光国立公園の日光地域翼日光霧降り管理区の計画見直しに伴い通行禁止となったこのため現在は小田台が 原は、赤沼や竜頭滝ほか奥日光の各散策拠点から奥日光自然歩道を歩いて訪問するか、日光交通が日光自然博物館の委託のもと春季から秋季の間のみ運行する有料の抵抗外ハイブリッドバスを利用することになる。ありがとうございます。